り頂上でしょう。さんちゃうさんちゃう。こんにちは、とめいとまよこです。今日は金時山に登ります、うん、頑張ります。行ってきます。はい、今日はどういうコース？金時神社でお参りして、はい、から登ります。なんか、はい、一番王道なコース。宝くじ、なんだってあ、桜、これらの桜は宝くじの、ああ、じゃあ宝くじ買ったことある？貢献したよ。ね、これ金時手まり石、手まり石、金太郎が遊んだ石だったと思うけど、今あの、うん、話しかけられた、ね、話しかけられた、とめいとまよこさんですかって。嘘違う、あの GoPro を使ってたら、GoPro ですかって言われて、ね、顔構えてたんですけどって言われて、うん、あの私たちも初めてなんですって、うん、ね、試しにやってんですけどって、うん、あってなんかいい感じのいい人だったね。そう、すごい感じの良かった、ね、なんか優しいね、登山してる人って。確かに、いや、やっぱ自然にいるからじゃない。そうか、しかもその後走ってたね。なんてすごいの。すごいね。いいわ。走るのちょっと考えられないよね。考えられないよ。今日はあれよ、1ヶ月の成果がね、うん、試されてるわけ。ああ、もしやあれ？あれです。プランク？そう、プランクをね、うん、継続してたんですよ、うんうん。1ヶ月。だいぶ体感がね、うん、ついたなって思ってるよ。すごいじゃん。そう。だからなんか、体力は別として、うん、足とか腰はなんか、今のところは平気。本当？うん、今戦ってる。歩き始めて10分ぐらいだけど。そうだね。これはちょっと期待できるよ。うわ、マスクしててきつい。マスクしてるのとしてないのじゃ全然さ、体力の奪われ方違くない？違うかも。全然違うんだけど。脱ぎました。はい、あそこ脱いだ。もう暑かった。すでにもう10分脱ぐぐらいだったらもう着なきゃよかった。暑がりだったよね。そう、すぐだね、うん、登るとね、うん、あ、でもこれでちょっと身軽に登れる、ね、熊出没注意。熊に出会ったら大声出さない、走って逃げない、冷静に立ち去る、無理。金太郎は戦ってたけどね、熊と出会ったら。悪い例だね。道路を渡って、うん、金時山が始まるみたい。ここから55分だって。おお、あ、めっちゃ安心材料。うん、金時山山頂にトイレがあります、うん、それだけで気持ちが違う。全然違う。ゆっくりゆっくり、うん、ゆっくりゆっくり。最初ね、あの勢いで、そう、いつも最初は早く思いだけで登っちゃうから、そう早く行こう行こう早く行こうって気持ち、このぐらいのペースで、うん、なるべく止まらないように行くのが今日の目標。うん、昨日さ、うん、金太郎を見たね。見たよ。見せられたというか。
そう、日本昔話の金太郎、何十年かぶりに見たね。うん、あ、そうそうそう、行った、行った大丈夫、石が飛んできた、踏んだ石が、金太郎の話してた、しかもすね、痛そう、弁慶、うわ、なんだっけ、うん、金太郎見て予習して、うん、そう、あの金太郎は熊と戦ったから、熊が出てきたら戦えばいいでしょ負けるね、GoPro かなり楽っちゃ楽だけどね、やっぱり電池がやばい、電池の減りすっごい早いよね、めちゃくちゃ早い、ちょっと取ったらもう3杯減るとか、うん、そこだね、難点は、そう、あとどんぐらいまだまだですよ、そうなの、さっき55分っていうのを見てから、じゃあと50分ぐらい、5分ぐらい、え、5分ぐらい経ったよね、5分ぐらい経ったよ、50分ぐらい、そうかな、いや今日でも早く出たから余裕あるよね、そう、今日はだから山頂で料理するんだよね、そうなの、今日は山頂で肉うどん作ります、よし、初めて登山で料理作るね、いつもだって余裕なさすぎるから、そう、よし、それを楽しみに、うん、そう、それを楽しみに頑張ろう、頑張ろう、でかい、金太郎が動かした石かな、あ、なるほど、うわ、おお。すごい、あ、割れてる割れてる、見て、割れてる、これ割ったやつでしょ、違う、あ、金太郎がすごい、なんか割ったってなかったっけ、こ、うん、んなでかいの割ったのっていう話だよねないできてる、うん、できてない、もうちょい上、もっと上、うん、もうちょっと右、あ、左左左左左、も疲れた無駄にでかさ分かった、うん、分かったと思うよ、うわ、ちょっと待って、8?9 頭、うわ、やば本当だ、こんなことやってる場合じゃなかったこれからじゃん、うわわわ、でも急登って言っても階段か、いやでもすごいね、真上じゃん、なんか本当申し訳ないけどフランクのおかげでめっちゃ楽かもしれない、今はね今はね急登を登って今下って、あ、でもまあいいね、自然な感じが、いい道、いい道、なんかね、太陽が差し込んでて、ちょっとワクワクするよね、確かに天気いいっていいね、やっぱり、テンションも変わるよ、全然、あ、さっきのさ、ね、はい、通りますよ、通りますよ、右目の木が本当だ、うわうわすげえ、これこれ、うちが好きなんてこれじゃん、あ、これこれこれ、日光浴の時、うわ、整う、やっぱいい、いい、すごいね、やっぱ違う、エネルギーもらってる感じ、めっちゃもらってる、うん、これだよ、うち一番これが好きかも、そうなんで、うん、前も言ったけど、あ、太陽に浴びてる時、浴びてる時と山頂、うん、普通はちょっとあれだけどそれのために登るんですよ、そうなんですよ、うわー、やばい、やばい、気持ちいい、朝、朝一いいかも、朝ね、朝早くもうだからさ、遅いし、うん、やっぱこのこれぐらいが基本でいいと思うよ、今日はこの後御殿場が取れていくから急に現実だけど、うわー、来た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 、うわー、浴びる浴びる、うわー
マジ元気出る。うわ、階段だけど楽しい。あ、これうちの好きなやつじゃん。日光浴する。日光浴する。うん。太陽からエネルギーもらった。もらった。入れて。そうだね。呼吸を整えながら丁寧に焦らない。うん、焦らないで。山は逃げないから。うちらさ、うん、ザックのさ、あの日帰りとは思えない量を持ってるよね。低山と思えないぐらいの量なんだけど、ね、めっちゃ重い。みんなリュックみたいに来てるけど。こんにちは。こんにちは。日帰りでこれだとさ、泊まりってない60リットルぐらい必要だよね。相当な量になる。やばいよね。うん、初めて会った。ね、初めて会いました。本当ですか。そうでしょ。はぁはぁ言ってます。あ、言ってます。ありがとうございます。ね、今震えてる。ね、やば。まさか話しかけられた、ね、今度はマジのやつ、ね、びっくりした。嬉しいね、初めて会って。すごい、こんな気分の血なんだ ね。ありがとうございました。なんかこの道好きだな。ねえ、およ、おー、いやー、いい登山日和だわ。本当だね。あれ、大阪に見えた。あ、見えるよ。そうじゃない。あれ、大阪結構高いんだね。うん、20分。イエーイ、イエーイ。いいね。ね、右側通行。こっちでしょ、だから。うん。あ、ここがってこと？そうだよ。あ、どこがじゃん。よいしょ。右側通行。え？あとちょっとだよ。うどん。うどん。うどん。あとちょっと。ふうふう。あとちょっと。あとちょっと。腹減った。腹減った。あ、半数だよ、これマジで。やばいよ。食べる？食べる。はい。ありがとう。あとちょっとなんだけどね、山頂まで。うん、マジかで食うてね。ちょっとお腹空いちゃって。うま。ね、あ、すっごい青だよ。めっちゃすごい。綺麗。あ、いいじゃん。サムネ。わあ。うん。何が？おお、あ、本当だ。すげえいいじゃん。ふわ。誰に？あ、
ちっぽけすぎて見えてないと思うよ。怖い、ちょっと降りてきて。急に怖くなった、見てる方が。マジでふざけないで。ほら。ほら。うわー、紅葉じゃん、ちょっとだけ。うわー。やばい。うわー、やばいじゃん。ちょっとね、来ちゃったよ。うわ、紅葉いいじゃん。もっといいね、やなった方が。もっと紅葉が良かった。はあ、いいね。暑いね。暑い。半袖で良かったな。うん。あ、そういういいとこに持つとこあるね。あとちょっとかな。あとちょっとの10分が長くない？あとちょっとね。あとちょっとが。汗やばい。よし。ラストラスト。もうなんか今日は足さつまずくね。今日つまずく日だな。気をつけて。つまずいた、うん、気をつけて。なんか建物見えたよ。あれチェアじゃない？頂上っぽくない？もう着くんじゃない？今日すっごいつまずくんだよね。ラスト。いやでも早かったね。うん、うちらにしてはね。一番いいタイム。あ、ちょっとちょっと見えてきたよ。やべやべ。来た来た来た。よし、これ頂上でしょ。うん。やったね。よし。あー来た。うわ。あれ？あ、来た来た来た。着いた。おい山頂、山頂山頂着いた。へい、斧がかわいいね。あ、富士山。うわー、やば。今日は肉うどんとおにぎりです。はい、はい、ありがとう。それがなんだ、これツナで、うん、これが梅で、あ、梅めっちゃ見えてる。でこれがめっちゃあるね、昆布。ご要望通り。本当だ、3つ3つ。あれだ、金太郎が食べるみたいなおにぎり。醤油と酒とみりんと砂糖とオイスターソースをもう混ぜてきました、うん、これを入れて牛脂、牛脂と醤油を入れて、はい、で火をつけます。火通ったね。これで混ぜたらもう完成。はい、肉うどんです。そう、ちょっと分けようか。はい、2人分に分けて完成です。食べよう。食べよう。はい。いただきます
どうだった？うん、楽しかったよ。行ってくる？いい、いい。すごい見晴らしよかったよ。下山がさ、うん、こんな早く降りることないからさ、ね、めちゃくちゃ人とすれ違うね、うん、登る人とさすれ違うこと今までほとんどなかったよね、うん、最後だったからよし、こっから一気に降りるか、うん、めっちゃ見晴らしいね、でも、うん、うわ気持ちいい、でも帰りは緩やかコースだから、そうだね、この前さ、うん、夕日の滝行ったじゃん、うん、あのあそこの滝のね水がね金太郎の産湯に使われてたんだって。へえ。金太郎が生まれた時にあそこの滝の水を使って、うん、洗われてたんだって。へえ、かわいい本当に思ってるなんかさ、うん、膝今日痛くないんだけど下山、足がめっちゃガクガクするんだけど。あ、でもそれわかる。なんでだと思う？なんでだろうね。すげえガクガクする。でも膝痛くないのすごくない？そうなんだよね。なんで痛くないんだろう。クランク？クランク？なんでそんなに膝にも。わかんない。いやー、めちゃくちゃガクガクする常に。うん、夏。夏って感じだね。うん、これまた夏だよ。いいね。いい。いい道だね。めちゃめちゃいいじゃん。こっちの道も良かったね。で、このサクッとさ、こっちから行ってみてもいいんじゃない？ね、いいね。もう着くよ。着くね。早くね。早かった。こんなの過去さ過去一過去過去。過去1じゃない、ね、過去最高、え、最高記録、はい、うん、いつもこの時間はさ11時まだ登ってんね、登っててまだって言った時苦しんでる時なのに本当だよ、こんなうまくいっていいの、やべえ、着いた、早い、早いね、よし終わるぜ、気をつけてね、最後の最後、うん、あなたもねめっちゃここ急だから、うん、めちゃくちゃ急ほら、こんにちは、ありがとうございます、お疲れ様です、頑張ってください、いらっしゃい、着いたね、着いた、なんかお疲れ様ってやつすごい嬉しかったんだけど、ね、今ね、あの登ってくるおじさまに、うん、お疲れって言われて、ね、嬉しかったね、超嬉しかった、うん、こちらも行ってらっしゃいって言っちゃったね、誰だっていう、よかったよかった、着いた、着いた着いた、もうさ、うん、この時間なら、うん、超充実しない、今日充実、ね、めっちゃ充実する、うん、まあって言っても御殿場に行くこれからめっちゃあの、うん、現実的に戻る、ね、ちょっとアウトドアグッズ見たいしね、そうね、山登山とキャンプ料品を見たいよね、うんうん、あ、着いた、これ着いたべ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、 Bye.